おはようございます。今日も楽しくボールを蹴っていきたいと思います。今日のゲストです。はじめます、横壁です。こんにちは。毎度のことですけども、はい、また知らないところに連れてこられましたよ。今日はですね、横浜国立大学に来てます。来たことあるよね。東横浜大学対横浜国立大学あったよね。何今日。実は知り合いを通じて横浜国立大学のスポンサーになってほしいと言われたわけですよ。僕の知り合いがコーチをやってるわけですよ、はい、横浜国立大学は今まで監督とかコーチとかがいなかったんですよ。だから自分たちでレギュラー決めてたんですよ。じゃあ監督が来たこと自体が初めてってこと。そう、うん、何がすごいって頭がいい。頭がいいって簡単に言えるぐらいの頭の良さじゃなくてめっちゃいいのよ。なんか頭いい感じするよね。俺ら挨拶したじゃん。さっき挨拶したんですよ実は。お疲れレイとかさすごいちゃんとしてたじゃん。してた。お迎えとかもさ緊張した。丁寧なのやっぱ挨拶が。お疲れ様みたいな感じだから、ね、ここだけの話だけど、うん、緊張して、うん、ボケれなかったもん。17年目で震えてボケれなかったよ、うん、大学生だから、うん、多分相当きつい戦いになると思うよ。もうフィジカル的にも人間のピークですよ、うん、まあそうだね。一番いい時だから22歳とか、うん、いいんじゃない。でも見てる人はさ、最強ディフェンダーが負けるところを見たいから、ね、最強じゃねえじゃねえかって言いたいでしょ。今日見れますよ多分。え、何これ何。僕の友達が横浜国立大学のコーチやってるんでスポンサーになってくれっていうところから始まったんです。え、それでやるじゃん、うん、それによって額変わるみたいなことっていう話にしようかなと思って。はっきり言ってこれ全員抜かれたらマジでやばい。でも俺も全員抜けばいいんでしょ。いきましょう。ちょっと、はい、アップしてちゃんと。え、やばい。ほんと途中で怪我とかやめてよ。怪我したらもう負けなんだから。怪我したら負けでいいですよ、うん、それによって帰りご馳走してもらえるラーメンのランクが上がり下がりするから俺も。これこの企画考えた時に一、うん、人だけ本当に謝りたい人がいると思って、うん、俺ニューカブに1円もあげてねえわと思って。お仕事依頼お待ちしております。ちょっと俺マジで緊張してきたわ。緊張してきた俺も。俺のが緊張する。いやだって多いんだもん。ということで横浜国立大学 VS 勝負ボス勝負じゃ。出して返してスタッフでキーパーいて別にもうダイレクトで打ってもいいし、それで点決めたら抜いた人の数だけディフェンスしてもらいます。で今度僕が攻めます。その数僕が抜いたらその人たちはチャラい。キャプテン、キャプテン、ね、はい、ちょっとキーパーそっちチームの人使ってんだけどさ、はい、大丈夫。わざと点決められたりしない。大丈夫だと思います。大丈夫、頼むよ。大丈夫です。頑張ります。長さん味方ですか。見て、もう3人以内に収めたら、はいはい、ジュースを掘る。大丈夫。緊張してる。いや、まあちょっと緊張してる。なんかみんなと違うけど、服。いや、1年なんで、まあ、まだ届いてないです。新1年。あ、新1年だよ。新1年だよ。じゃあ、1人目。
年生から2年生行って3年生行って4年生行くみたいな。もう少ない。きつい顔してるわ、正午ボスが。この配置だとマジでいじめられてるみたいな。マネージャー行く？え？どうしよう、マネージャー。もっと下がってもいいよ。出た。これ？もうちょい。ラッキー。よし。まあまあ近いから。もっと近くでいい。こっち頼むよ。はい。いや、間にシュート。うまい。何人行きました？で、あとマネージャー入れてるからさ、マネージャーの分さ、みんなの中でさ、ディフェンダーこいつにやらそうぜってやつ、一人二桁で行きます。二桁が来たぞ。3点は決めて。強敵です。名前聞きましょう。お名前は？はい、平井優吾です。平井優吾くん、オフェンスの選手ってこと？いや、サイドバック。お、サイドバック。あ、めっちゃいいわ、これいけるわ。めちゃめちゃ謙虚なんだけど。嘘。全員抜くから。名前は？坪井隆です。坪井隆君、ポジションどこ？サイドバックです。うわー、サイドバックね。名前は？今あった北区です。ポジションは？ウイングです。ウイング。
ンスだわ。やばいな。来たキャプテン。名前は？沖亮です。沖亮。サイドバックです。うわ、サイドバック多くない？いやー！入ったんじゃない今。あぶねー。あ、最後。マネージャーの分。一応、横国の最強ディフェンダー。うわ横国の最強ディフェンダー、名前は？武田幸太郎です。お願いします。武田幸太郎。センターバックです。センターバック。ということで、決めた人5人、決められた人1人、4名の勝利です。どうだった？余裕でしたねということで、じゃあ他の大学も、大学以外も、大学以外も全然行きます。勝負ボスにスポンサーになってほしいっていうサッカーチームありましたら、ぜひ DMD の連絡お願いします、はい、バイバイ。いやー、食いましたね。美味しかった。ごめんなさい、ラーメンでラーメン好きだからね、うん、実は今日スポンサー決まってたんですよ、本当は。横浜国立大学って選手たちで自分たちでいろいろそういう練習メニューとかいろいろ決めてたり、うん、まあそういう話もいろいろ聞いて、うん、まあ共感してスポンサーしましょうって話になったんですけど、ニューオカベをびっくりさせるために、うん、ちょっとああいう企画をやらせてもらったんですよ。え、スポンサー本当はいくらだったの？年間50万です。 50?50 です。50万です。25くれない？